演舞開演。どうも、本日はこちら神戸屋のストロベリーケーキ蒸しを食べたいと。あの前も紹介したかな。まあいいか。これはまた割るのは無理そうですね。ではいただきます。あれ、ただのジャムじゃないんですね。いや、ジャム、いちごジャム状じゃない、ゼリー状になっているいちごジャムがふんわりとした食感のスポンジとうまく合っていて、そこに邪魔しない程度にホイップクリームが入っていくので、ちょっとした変化もあって美味しくいただけました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。